はい、スピードパワーどれをとっても自信ありという今日の試合。さあ世界前哨戦第1ラウンドのゴンが鳴りました。田中康生のこの入り、左のジャブ、鋭いジャブをついてきました。田中康生の立ち上がり、さあ50キロの契約ウェイトで行われます世界前哨戦。ここを勝てばもちろん次の試合はライトフライ級の世界タイトルマッチ、2階級制覇へ向けての田中の立ち上がりです。ボリムロー、ボリーをついてきました。左のジャブ、ジャブの差し合いになります。スピードが違いますよね、はい、あそうですか、はい、はい、田中のスピードの乗ったジャブ、特に飯田さん左の使い方には随分こう研究重ねたみたいですね。そうですね、お早いですよね。左のジャブをついていきます。タティラノはダウン経験一度もなしという、ま、ディフェンスに非常に定評のある選手と聞いています。ドリブロー、初来日世界ランカーです。世界ランカー同士の一戦ということになります。右のストレート、おー前に来ます、ま、やはり何といっても相手も世界ランカーです。そうやすやすとというわけにはいかない、まあ、その辺 の、 あの油断はしないようにという田中康生の試合前です。本当に体の大きさも違いますよね。ああそうですか、田中康生の方が大きいですよね、その大きくなった、右のストレート、右のストレートが捉えました。第1ラウンド、左ジャンプ、キャリー振るっていきます。田中康生、いやもう倒すんだという意気込み、星野さん伺えますね。見えますね、はい、早いんじゃないですか、もしかしたら、はい、まあ、本人は中盤ぐらいでというそんな話もしていましたが、早い段階で訪れるかもしれません。パティラノはまだ効果的なパンチというのはまだ出していないように見えます。第1ラウンド詰めていくのはパティラノ、左のジャブ右、よく投げてますね、はい、田中がクリンチに行きます。第1ラウンドもう残り1分というところ、さあスピードパワーにキレを増した田中康生の、さあこの立ち上がり第1ラウンド、左のジャブ、いいジャブです。右のフックを振っていきました。パティラノ左をトリプルから右を打ち下ろしていきました。田中康生、飯田さん動きどうでしょうか。いやいいですね、はい、こうスピードもあるし、まあ、パンチ力強さもありますね。まあ、パティラノの方も落ち着いてやっぱりよく見てますよね。あそうですか、はい、右のストレート、左、田中も相手のパンチもよく見えています。この辺りのディフェンス、まあ、ガードだけではないところを見せたいとボディをストレート持っていきました。ボリブロー、右のボディストレートで持っていきます。田中康生の世界前哨戦、いやですよ、あの右のボディのストレートはガードの上からではありますが、これ力ありますね。パティラの、まあ、ガードいいですから、はい、その今みたいにこうそのガードの上からでもどんどん打っていきたいですね、はい、第1ラウンドもうあっという間に残り10秒というところになりました。世界前哨戦は10ラウンドで行われます。田中康生のさあ自らも第2章と位置づけた自らのボクシング、立ち上がり非常にいい動きでした。第1ラウンドが終わりました。田中康生の世界前哨戦第1ラウンドが終わりました。非常にいい状態で立ち上がったようなイメージがあります。さて飯田聡さん、立ち上がりですけども、やっぱりこう減量から解放された部分、はい、いかがでしょうか。であとはやっぱりこうベルトを取ったということで、こう自信も感じられますよね、うん、いい動きですよね、はいはい、あの特に星野さん、やっぱりスピードがいいですね、はい、スピードもいいですし集中力がすごいですね。なるほど、はいはい、さあ第2ラウンドに入ります。第1ラウンドの立ち上がりは非常に鋭いジャブが相手を捉えました。左の使い方に進化を見せた田中康生、ここを勝てば次はライトフライ級での世界戦が待っています。さあ静かに立ち上がった第1ラウンド、第2ラウンドに動きは見られるでしょうか。左のジャブ、左フックで振るっていきました。早いですね、はい、相手は世界ランカーです。高田さん、はい、田中康生、畑中陣営なんですが、コンディションは過去最高の出来、過去最高の出来と断言してましてね、はい、スパーリングからの良さそのまま最初から出てるので、逆にそれが怖いだけと言ってますね。そして相手の動きに関しては、はい、もうちょっとで分かってくるなという言い方をしてます。はい、こちらも世界ランカーが相手になります。田中康生、過去最高の出来と陣営も胸を張ります、まあ、それだけの自信を持った立ち上がりに見えます。相手のパンチをガードだけではないこのディフェンス、これも注目です。左のジャブ、いいですね、いやもうジャブというよりもストレートに近いパンチです。左のフック、パティラのガードがいいんで、はい、今みたいなこうタイミングをずらすようなフェイント効果的ですね。はい、高田さん、あジャブが2つ、はい、高田さん、青コーナーのパティの陣営ですね、マニュアルを取りながらですね、
まず気楽にやっていこうと、そういう指示を声をかけましたね、はい、その後もっと頭を右左に振っていけと、はい、そして田中の印象に関しては田中は強いねという言葉ですね。まあそんな中でもパピラノとしてもこの世界上位ランカーの田中に対する勝利があれば自らがまた飯田さん世界に迎えるというね、そうですね、ところもありますよね、はい、実際に、世界ランカーは田中を含めて3人目なんですが、過去1勝1引き分けといい成績を残しています。現在8連勝中のパピラノ、右のストレートを振っていきました。田中康生、軽くではありますがパピラノの顔面を捉えています。前に行きます。パピラノエンジンかかってますね。あ、そうですか、はいはい、パピラノはまだダウンがありません。それだけディフェンスに非常に冴えを見せる選手です。その相手からさあきっちりダウンを奪えるか。ジャブ、鋭いジャブを起点にここまで攻めています。2のストレート打ち下ろし、おっと逆にちょっとこうラフな感じでパンチを振ります。アッパー、パキラノのアッパーです。この右アッパー警戒したいんですよね。そうですね、得意パンチらしいので、くっついた時の特にアッパー、これには注意した。右のストレート打ち下ろしました。9ラウンド残り30秒です。サーリングの中央、田中がプレッシャーをかけていきます。世界前哨戦第2ラウンド、左のフック引っ掛けていきます。パワーの差を感じますね。あ、そうですか、はい、はい、50キロの契約ウェイト、あと右のストレートを送りましたがこれは体を入れ替えます。第2ラウンド、田中のこの落ち着いた立ち上がり、第2ラウンドがもういよいよ終盤、右のストレートも体で流します。第2ラウンドが終わりました。立ち上がりの2ラウンド、田中が非常に落ち着いて、しかも冷静に相手を飯田さん見てる感じがありますね。そうですね、まあ、でも逆にパキラノの方も冷静に見てますよ。はい、そうですか、はい、まあ、やっぱりこうジャブのスピードでやっぱ圧倒的にこう田中康生の方が速いんですけども、パキラノの方も2発3発ってこう 連打になってくるとこうどんどんエンジンかかるタイプなんで、はい、今のところは、まあ、その一発目の勝負になってますから、なるほど、田中康生がもう圧倒的に有利に見えますけど、はい、これですね、こういう、連打になってくるとどんどんエンジンがかかってくる選手、それは、はい、あのストップさせたいんですよね。左のジャブを止めていきます。パティラノ、前に来ますね。パティラノまだダウン経験がありません。こちらは IBF の世界ランカー、ボリブロー、アッパー勝負に来てますね。前に来ます、前に来ます。田中が身をかわしていく。このあたりのスピードはさすが、冷静にいきます。左のジャブをダブルトリプルついていきます。田中康生、世界前哨戦、アッパー、前に来る、ね、パティラノ来ましたね、ますね、やっぱりこうパンチの交換、はい、1発2発の交換だとやっぱりスピードでこう圧倒的に下がっていくんで、もう3発4発とこう打ち込んでくる形に、はい、あー来ましたね。アッパーから左、ボディを振っていきます。ちょっと強引にも見える攻めですが、この攻撃がパティラノなんですね。やっぱり左のジャブで返していきます。高田さん、はい、田中康生陣営なんですが、父親の仁志トレーナーは、はい、相手はこっちのパンチの打ち終わりに出してくるパターンなので、はい、それを逆に生かしてみろと話しています、はい、相手はカウンターを狙っている、だからこそ田中も狙えるところがあるという陣営です。ここまでは落ち着いていますが、この3ラウンドは星野さん、やっぱり相手も出てますね。出てますね、こちらもガードがいいんで、はい、なかなか打ち当てられないと思うんですけど、はい、坂田さん、はい、青コーナーのパティラノ陣営ですが、バリアラントレーナーはですね、はい、もっとロープを背負わせるようなプレッシャーをかけていけと、お前の右ストレートに田中は恐怖を覚えているという声かけですね。あ、なるほど、はい、お右のストレートです。距離の近いところ、これですね、バリアラントは右打ち下ろしになるんですよね、はい、あれはちょっと見づらい角度から飛んできますよね。あ、なるほど、はい、身長では田中が2センチ上回っています。ボリブローです。ボディから突き放していきます。田中リングの中央です。第3ラウンド、ボリブロー、ボディ効いてきてるかもしれないですね。あ、そうですか、はい、ちょっと足が、動き、はい、若干ちょっと止まった感じしますよね。ボディの打ち合いになっていますが、このボディ攻撃は田中の方が一枚上手か。相手は世界ランカー、世界ランカー同士の一戦になります。世界前哨戦、左、右、さあここは田中の手が出ています。ボディ、あとパティラを返していきます。後ろ割りですよね、後ろ割りに合ってきますね。はい、カウンターを取りに来ます。パティラノ、左のジャブの差し合い、スピードでは田中が上回った。青、右打ち下ろしていきました。平野フック、左のフックです。第3ラウンドの残り30秒、青、左が相手を捉えました。動きが少し止まりました。パティラノ、いや、左も力強い感じなん で、ね、パティラノ嫌がってますよね、はい、アッパー、このパンチには要注意です、はい、構成コールの名古屋国際会議場、左から右、さあノックアウトでいよいよ2階級制覇へ向かえるか。
第3ラウンドももう残り時間がありません。右のストレート打ち下ろしていきました。田中左のジャブも速い。第3ラウンドもいよいよ終盤、第3ラウンドが終わりました。50キロの契約ウエイト、まあ、田中にとってはミニマムのウエイトというのは飯田さん、はい、あの中学生の頃の体重だと言いましたんで、いやもうちょっと想像できないですけど、そうなんですよね、きついですよね、はい、まあ、だからこそ今回のこの50キロのウエイト、もうトレーニングの内容が過去に比べてみられないぐらい充実していたという話です。遺憾なくその出来を発揮しているここまでの印象です。中盤の4ラウンド、さあ左でダメージを与えて、そして相手のパンチはガード以外の防御でかわして、そして右でフィニッシュという、そういう青写真を描いていますが、さあそういう展開になるか。左のジャブ、パティラノも手を出していきます。左、田中の方もね、はい、左のジャブで効かせるんですよね、そこはすごいところですよね、はい、これは一つ田中も目標にしていた今日の試合です。高田さん、はい、畑中ジュニア、畑中会長なんですが、そのお話のショートジャブ、左のジャブ、左アッパー、左のアッパー、一瞬動きが止まりました。入りましたね、左のアッパーで相手の動きを止めました。さあ、はい、フィニッシュに持っていくか。田中恒成の世界前哨戦、おっとパティラのこの辺りは手を返していきます。うまいですね。そうですか、はい、しのぎ方が上手です。はい、ボディブロー、ボディが入りました。右のボディ打ち下ろしていきます田中。あ、ただ一旦効いたかと思わせたこのパティラノですが、さすがにこの辺りはダウン経験一度もなしというディフェンスマスター、 IBF の世界ランキング第10位。さあ2階級制覇を狙う田中恒成の世界前哨戦。高田さん、畑中会長、相手の腹かなり効いているので、そうですか、ワンツーの次の3つ目、3つ目のボディ、これをいけと言ってます。はい、ボディは効いています。明らかにボディは効いているようです。そしてこのラウンド、田中のいい左のアッパーが相手の顎を捉えました。さあ近い距離、この左ですね、田中恒成の左、このジャブもですけど、はい、フックもすごくキレがあって、あ、そうですか、ダメージ与えれるパンチが打てているので、ボディ、左のボディだ、さあこれは効いているか、効いているか、いやまだダウンシーンはないか。世界戦でサルダールを下した左のボディ、これは強烈です。右打ち下ろしていく。第4ラウンド、高田さん、はい、パティラノ次元ですが、アッパー左、左のフック、左だけでコントロールしています。第4ラウンド、右のストレートです。第4ラウンド、もう残り1分を切っています。パティラノ次元はこの田中のパンチが一発一発入るたびにですね、顔の緊張感がぐっと増していきますね。あ、そうですよね、そして、いい動きができているんだけど、もっとパンチ出していこうと、そういうシーンが飛んでます。パンチ力は田中の方がもうちょっと圧倒している感じがありますが、ただパティラノはやっぱりこうすぐにダウンとかいう、そういう展開ではどうやらなさそうです。打たれ強さもありそうですよ ね、やっぱりこう世界ランカー2人を相手にしてダウン経験一度もなしというのは、これは星野さん伺えます ね、左のジャブ、だいぶガードが絞って構えてるんで、あ、そうですか、ボディは効いてると思うんです。そうですね、はい、左のジャブ、ボラー、右のストレート打ち下ろした。そして左のジャブ、ちょっとこう焦ってるところがあるんですけども、はい、さあ田中残り時間がありません。第4ラウンド、もう少し丁寧にパンチ当ててってもいいですよね。はい、終盤に入っています。第4ラウンドが終わりました。フィニッシュを迎えるかと思わせたこの左のアッパーが、星野さん効果的でしたね、はい、すごかったですね、はい、ここからボディへつなげてれば効率なかもしれないですよね、はい、そして返しのこの左のフック、うん、左には本当にもう念入りにいろんなパターンを皆さんやってきたというここまでですね、そうですね、まだまだみたいですね、はい、ボディーブローも非常に効果があります。さあ中盤の5ラウンド、このから注目のラウンドだと思います。そうですね、はい、田中本人も第5ラウンドっていうのは一つ意識しているラウンドです。さあノックアウトシーンが見られるか、ここまでは圧倒している感じがあります。第5ラウンド、じりじりと詰め寄っていく、右を振っていきましたパティラノ。どうですか飯田さん、狙っているところありますか、はい、田中は、そうですね、はい、さっきのラウンドも少し言ったんですけども、ちょっと倒し焦ってるような感じもあるんで、あ、なるほど、もう少しこの左がすごくいいんで、はい、この左でちょっと遊ぶというか、じらすような、パンチも出していくとより、一発
力を込めたパンチが、はい、倒れやすくなりますよね。あ、なるほど、はい。まあ、いわゆる餌を巻くではないですけども。そうなんですよね、はい、右オーバーハンドで振っていきました。あえてその強弱、はい、緩急をつけることでこうパンチ効きやすくなりますからね、あーだ右反応してますよ、反応してます。あ、そうですか、はい、高田さん、田中康成なんですね、はい、やはりその緩急のために頭を振ってちょこんちょこんと打っていけと、相手が内に入られると嫌がってるとは分かるという話を、話してましたね。そうですか。で、康成選手本人は、はい、ストレートは相手ないねと極めて冷静です。あ、そうですか。ここもしっかり反応しています。ボディーブロー、しつこくいきます。パティラノ、田中は体を振って前にいきます。さあ、この中盤アッパーを2つ差し込んできましたが、少し入りが浅いか。パティラノはよく左のジャブが出ています。第5ラウンド残り半分というところ、中盤にノックアウトという、まあ、自らに課したプレッシャーもあります。田中康生の世界前哨戦、ここを勝てばライトフライ級の世界タイトルマッチ。右左左フック、かなり力が入っています。田中ボディブローを返します。パティラノ、あー、ボディー、ボディが効いている、ボディが効いている、左のフック、ボディが効いていますね。星野さん、パティラノでも我慢強いです。あ、そうですね、はい、はい、さすがは世界ランカー。ダウンが左のフック、左のフックが飛んできます。いや、この辺りの田中の動きも素晴らしい。これ切りましたか。あ、そうですか、はい、はい、パティラノが目の上を切ったかもしれません。第5ラウンド残り1分を切っていますが、明らかに田中のボディがパティラノ、あー、この左のボディ捉えています。いいパンチになっています。第5ラウンド前に来るパティラノ、いやー、ただ辛抱強いと言いますか、さすがのこの我慢強さ。パティラノ左の目の上が切れています。右の目の上が切れているパティラノ、左のフック大きく振っていきます。ジャブで突き放していく、体をくの字に曲げてこのパティラノがいきます。第5ラウンドに入っています。左のジャブ、トリプルでいきました。左フック、また左のジャブ、いいですね、本当に左、はい、いいですよ。これいいですね、はい、左のジャブが捉えました。ジャブで効きましたね。またダメージを与えて右のストレート、田中の青写真通りにここまでは進んでいます。さあ、第5ラウンド、パティラノもしかしさすがはこの打たれ強さ、素晴らしいものがあります。さすがは世界ランカーです。第5ラウンド、試合の中盤が終わってこれから後半戦というところですが、いやー、田中のパンチが相手を捉えました。ボディですね、はい、いや、いかがですか飯田さん。いや、そうですよね、はい、本当その強弱、緩急をつけていけば、はい、もうすぐにでも、KOC 見られそうですよね、はいはい、田中康生、さあ、試合はこれから終盤に向かっていくところですが、こちらお兄さんですね、田中亮明選手、アマチュアボクサーなんですが、リオデジャネイロのオリンピックを目指して、ま、6月に、世界最終予選があるということで、はい、こちらの方も注目というところですが、ま、弟が世界チャンピオン、そしてお兄さんはオリンピックへというね、まさにもうボクシング兄弟、ね、そうなんですよね、ストロングスタイルですね、はい、お兄さんも応援に駆けつけます。さあ、試合は後半です。構成6ラウンド目、右目の上をカットしたパティラノですが、有効なパンチでのカットだということですので、この傷がもしそのまま深まってストップということになりますと、田中の TKO 勝ちということになります。第6ラウンド、まだ決定的なダウンシーンはありませんが、パティラノも効いてるはずなんですかね、飯田さん。そうですよね、はい、左のジャブ、まあ、本当もらわないっていうガードの良さもありますけども、打たれ強さもありますからね。そうですね、やはり星野さん、そうじゃないと世界ランカーにはなれませんよね。はい、まあ、そうですね、はい、右を打ち下ろしていきました田中康生。左のジャブ、ボディも効果的です。今日の試合、世界前哨戦、頭を振ってパティラノ突っ込んでいくところをジャブで突き放していきます。右のオーバーハンド、これは注意したい。田中の方はもう息が上がってないですからね、はい、そんな感じですか、はい、はい、田中のパンチで相手の右目カットしています。ジャブをダブルトリップル持っていきます。まあ、ですからやっぱりあーボリー左にフック、相手のパンチも、はい、ボリーボリーでいきます。ボリーもしつこくいきます。パティラノ、田中の方がちょっとこう手数が減ったらもうガンガン来てますよ今。あ、そうですね、やっぱりこう左の手数ですね。そうですね、右のストレート打ち下ろし、左のフック、アッパー、このアッパーは効果的です。第6ラウンド、右を2発左のボールを狙ってますね。あ、そうですか、はい、はい、ストレート、右のストレート、さあダウンシーンが見られるのか。この6ラウンド、バリー
ボディーブローです。いや効いてるはずですが前に行きます。本当に我慢強いです。そうですね、はい、まだダウン経験一度もなしというパキラの右、あんま効いたんじゃないですか。ボディーブロー、さあダウンシーンはあるのか。第6ラウンド下がりましたね。詰めていく右、さあダメージは蓄積されているはずです。アッパーから左、さあ突っ込んでいく右、さあもうダウン寸前という感じ。右のストレート、さあ決めるか決めるか。第6ラウンド左ボディ、いやまだまだというパティラノ、しかし右打ち下ろしていく、ダーン、最後は右の打ち下ろし。さあパティラノ立てるのかどうか、立ち上がれない、すごいですね。カウントアウト、ノックアウトで世界前哨戦、田中康生見事なボクシング、フィリピンの世界ランカーを沈めました。いや最後はもう連打で右のストレートを打ち下ろすと、飯田さん、はい、まさに理想的な展開でしたね。ですね、もう本当にパティラノが打たれ強いって、はい、打たれ強さもなんですけども、精神力ですよね。やっぱりこう心折れない選手をやっぱ、はい、本当にこうダメージで、パンチで倒したということになりますよね、はい、右のストレート左、田中も相手のパンチもよく見えています。このあたりのディフェンス、まあ、ガードだけではないところを見せたいとボディをストレート持っていきました。ボリロー右のボディストレートで持っていきます。田中康生の世界前哨戦、いやですよ、あの右のボディのストレートはガードの上からではありますが、これ力ありますね。はい、まあ、パティラの、まあ、ガードいいですから、はい、その今みたいにこうそのガードの上からでもどんどん打っていきたいですね、はい。第1ラウンドもうあっという間に残り10秒というところになりました。世界前哨戦は10ラウンドで行われます。田中康生のさあ自らの第2章と位置づけた自らのボクシング、立ち上がり非常にいい動きでした。第1ラウンドが終わりました。まあ、本人は中盤ぐらいでというそんな話もしていましたが、早い段階で訪れるかもしれません。パティラノはまだ効果的なパンチというのはまだ出していないように見えます。第1ラウンド詰めていくのはパティラノ、左のジャブ右、よく投げてますね、はい。田中がクリンチに行きます。第1ラウンドもう残り1分というところ、さあスピードパワーにキレを増した田中康生の、さあこの立ち上がり第1ラウンド、左のジャブ、いいジャブです。右のフックを振っていきましたパティラノ、左をトリプルから右を打ち下ろしていきました田中康生。飯田さん動きどうでしょうか。いやいいですね、はい、こうスピードもあるし、まあ、パンチ力強さもありますね。うん、まあ、パティラの方も落ち着いてやっぱりよく見てますよね。あそうですか、はい、田中康生の世界前哨戦第1ラウンドが終わりました。非常にいい状態で立ち上がったようなイメージがあります。さて飯田聡さん、立ち上がりですけども、はい、やっぱりこう減量から解放された部分いかがでしょうか。はい、であとはやっぱりこうベルトを取ったということで、こう自信も感じられますよね、うん、いい動きですよね。特に星野さんやっぱりスピードがいいですね、はい、スピードもいいですし集中力がすごいですね。なるほど、はいはい、さあ第2ラウンドに入ります。第1ラウンドの立ち上がりは非常に鋭いジャブが相手を捉えました。左の使い方に進化を見せた田中康生、ここを勝てば次はライトフライ級での世界戦が待っています。さあ静かに立ち上がった第1ラウンド、第2ラウンドに動きは見られるでしょうか。左のジャブ、はいはい、スピードパワーどれをとっても自信ありという今日の試合。さあ世界前哨戦第1ラウンドのゴングが鳴りました。田中康生のこの入り、左のジャブ、鋭いジャブをついてきました田中康生の立ち上がり。さあ50キロの契約ウェイトで行われます世界前哨戦、ここを勝てばもちろん次の試合はライトフライ級の世界タイトルマッチ、2階級制覇へ向けての田中の立ち上がりです。ボリブロー、ボディをついてきました左のジャブ、ジャブの差し合いになります。スピードが違いますよね。あそうですか、はい、はい、田中のスピードの乗ったジャブ、特に飯田さん左の使い方には随分こう研究重ねたみたいですね。そうですね、お早いですよね。左のジャブをついていきます。パティラノはダウン経験一度もなしという、ま、ディフェンスに非常に定評のある選手と聞いています。ボリブロー初来日、世界ランカーです。世界ランカー同士の一戦ということになります。右のストレート、おー前に来ます、まあ、やはり何といっても相手も世界ランカーです。そうやすやすとというわけにはいかない、まあ、その辺の油断はしないようにという田中康生の試合前です。
パッと見、体の大きさも違いますよね。あ、そうですか。中高生の方が大きいですよね、その大きくなった、右のストレート、右のストレートが捉えました。第1ラウンド左ジャンプ、キャリー振るっていきます。田中高生、いやもう倒すんだという意気込み、星野さん伺えますね。見えますね、はい、早いんじゃないですか、もしかしたら。はい。